はい、というわけで今回から東京グルジェイルの実況を始めさせていただきます。どうか、最後までお付き合いください。まあ、ジェイル完全に初見ですね。小説も買ってるんですけどまだ読んでないんでね。ヒューヒュー、目が覚めたかね。さあ話してもらおうか、君の正体を。これ声がないから全部俺が読んだ方がいいのかな。誰、何を驚いている。あの時私を殺したつもりでいたか、それとも驚いたのはこの姿にかね。セリフのとこだけ読んでいこうかな。暗闇から現れた奇妙な男の外見はあちらこちらの皮膚が継ぎはぎで、まるで不格好な手作りのぬいぐるみのようだった。ここはどこ、この人は。確か私を一目すれば、一目すれば人食いの怪物、貴様らグールですら身震いする者もいるほどだ。人食いの怪物、そうだ、僕は人ならざる者、グール。そういう点ではグール捜査官としては随分仕事をしやすくなったがね。私は気に入っているよ。君はどう思う、ジェイル。ジェイル、ジェイル、はてな、ジェイル。痛い、脳の奥が締め付けられる。ジェイル、それが僕の名前。違う、僕はリオ。主人公かな、リオ。僕はリオだ。そう、僕の名前はリオ。でも一体自分はどうしてここにいるのだろう。そうだ、僕は住処にしていた廃屋で、兄さんを待っていたんだ。するとこの男は数人を引き連れて入り込んできたんだ。抵抗する間もなく僕は捕らわれて、そしてここにいる。自己紹介、どうもジェイル。グールであれど、一定の礼を尽くすのが私の主義だ。私の名前は木島式。そしてここはコクリア、グール収容所だ。木島式、わずかに肌がなんて繰り立つ、その名の響きは鋭い、恐怖の記憶をたどっていた。聞き覚えがあるような気がする。混乱して自分のことがよく分かっていないようだ。随分抵抗されたからね。こちらも乱暴せざるを得なかった。そうだね、お、喋ったんだけど。ではゆっくりと思い出してもらおう。痛みは記憶を連れてくる。キヒヒって、こいつあれだね、ゲームでも、あのゲームってグルカルの方でも出てきたそのままの、あ、こっちからあれかな、向こうに行ったんだよね。楽しむとしようか、リオくん。リオくんって、足はないし皮膚は継ぎはぎだし。兄さん、あれ、ちょっと待って、今 BGM 消えたからさ、完全にキャプチャーボードの不具合かと思って、あれ確かめてたわ。幾度も繰り返されるジェイルという名前、でもいくら問いかけられようとそんなに聞き覚えがなかった。コクリア、ふむ、ここまでしても思い出せないか。くっ、それが演技でなければ面倒なことになったものだ。いくら所有権が私にあろうと看護師長の許可なくコクリアのグールを処分してならない決まりだが、逃げ口なら、なんて、逃げ工場なら、爆ビリ殺してやっても構わないのだよ。なに、あ、ならばか。そういう事故はよくある。ほら、この姿を見ればわかるだろう。私は仕事熱心だ。私はただ知りたいだけなんだ。ジェイルというグールのことを知らない。多数の捜査官が奴に葬られた凶悪なグールだ。確認を発見、発言させるときに出る目元の字が、牢獄の姿に見えることから、我々は奴をジェイル、監獄と呼んでいる。なるほどね。私も過去に奴とやり合ったが、そのこのざまだ。耳と広範囲の皮膚、右足、部下も失った。右足、左足もなんかちぎれてなかったっけ。そして今は確信しかけている。貴様こそがあの日私を、なんて読むんだろうこれ、わかんない、すいません、ちょ、国語力がなくて、グールジェイルだと。細切れかな、ちゃうよね、それじゃないよね。知らない、僕はただのグールだ。なんで僕をジェイルってグールだと疑ってるんだ。なぜか。それでは一つ質問しよう。君のお兄さんはジェイルかい。兄さん、こいつなぜ僕に兄さんがいることを知っている。兄さんをどうしたんだ。クヒヒ、怖いね。どうしたんだって聞いているんだ。そう、生きり立つな。君のお兄さんはこの施設のビップルームで待ってもらっているよ。この施設に。兄さんも木島に囚われたのか。もう一度質問しよう。貴様の兄はジェイルと呼ばれていたか。
大量の捜査官を殺すような、虐殺者だったか。違う、兄さんはそんなことをするような人じゃない。僕たちは関係ない。その兄が自ら名乗ったのだ。自分こそがジェイルだと。だから君を解放しろともね。リョウ君、君のことをかばっているんじゃないかな。大きな背中と強く優しい眼差しがその瞬間浮かんだ。いつだって僕を守ってくれた。しかしいくら話し合いを重ねても真相を話してくれない。弟を解放しろと聞く耳もたずった。だからね。うわ、やられちゃったんじゃないこれ。いや、見たことあるような紙袋だぞ。みんなこれを使ってんのか。この匂い、血。そんな耳はいらないだろうと思ってね。耳か。髪越しに伝わるブヨブヨとした感触。うわー、二つの塊。うわー、あー、安心してくれ、殺してはいない。ちょっと私とおそろにはなったがね。なんで？あ、そういや耳ないな、キジマ式。穴だけなのかな。言っただろう、私が知りたいだけだよ、ジェイルの正体よ。兄さん、兄さん、兄さん、兄さん。棒読みですまないな。耳の次はどこがいい。これ何、まぶたなんてどうかね。きっと最高の夜を過ごせるぞ。やめろ、やめてくれ、頼む、お願いだから。ふひひ、君がジェイルであれば正直に言った方がいい。紙袋がお兄さんでいっぱいになる前に。うわー、もうやめろよそういうの。なんで顔しか切り落とさないんだ。下でもいいだろ別に。木島純徳と、そろそろ。おやおや、もう時間かね。楽しい時間は過ぎるのが早い。それでは期待してるよ、リオくん。おい、ジェイル、虐殺者、捜査官殺し。兄さんじゃない、兄さんはそんなことしない。僕だってそうだ。僕は自分で戦うこともままならない、非力なグールだ。僕にできることなんて。空だ。コクリアなのにな。夕方、夜。あ、時間がね、過ぎていく感じ。僕がこの牢獄で目覚めて何日経っただろうか。僕にできることなんて何もない。兄さんは、兄さんもこの監獄のどこかにいるのだろうか。いっそ僕がジェイルだと言って兄さんを解放してもらえば。そんな考えも木島のあの杉萩の顔が浮かんでかき消される。怖い。でも兄さんはそうしたんだ、僕を助けるために。ジェイルというグールが僕ら兄弟の運命を狂わせている。グールは地球上に蔓延、あ、流行るって読むのかなこれ。人間とは、似て非なる生き物だ。見た目は人間と同じように見えるが、中身は人間を食う化け物。僕らは人をはるかにしのぐ身体能力を備え、そして彼らを狩るための機関、カグネを持つ。木島はジェイルというグールはカグネを発現させるときに目元に、じゃあ後で調べておきますね、これ字かな癖かな、わかんない、言っている。でも僕はそんなものが出たことはない。そもそも僕の、あ、後って読むのかもしれないな。僕のカグネは弱々しくて、捜査官と戦えばあっという間に返り討ちに遭うだろう。現にこうして今もここに囚われている。木島はなぜか僕がジェイルだと誤解している。でもこのままだと僕も兄さんもどうなるかわからない。リオ、来るな。兄さんか。いつか見た兄さんの背中、真剣な声。お腹減った。そういえばずっと長いこと何も食べていない。上には慣れている。兄さんもお腹を空かせているのかな。力の弱い僕のために2人分の食事を調達してくれていたのも兄さんだった。僕はなんだか泣きそうになって、そこで考えるのをやめた。やがて僕の意識は夢の中に落ちていった。うん、なるほどね。シャープ1、これシャープ何本まであるんだろうな。結構長くなりそうなんで、パート数もあれですね、長くなりそうですね。おはようリオくん。さっきからこのカット、まあ仕方ないか、牢獄の中だしな。兄弟揃ってゆっくり眠れたようでよかったじゃないか。耳だけでは足りないというなら別の部位も持ってこようか。おお、怖い怖い、そういう顔もできるのだな。カグネは出せんぞ。独房内は微量の RC 抑制ガスで、満たされているからね。私としては出してもらった方が都合がいいのだが。だんまりか、随分と嫌われてしまったようだ。木島は傍らに置いてある黒いスーツケースに手を置いた。そうだね、仲良く操作したか、したかったのだが、無理やりに体に効くというのも悪くない。
私のクインケで君の体を貫く。ショックで君が隠している力は解放されるかもしれない。クインケ、あのグール捜査官が持つ武器のことか。カグネを持つグールに抵抗するためにグール捜査官が持つ特殊な武器、僕らとしてはとって、僕らとしては最も恐れるべき武器だ。戦闘経験を積んだグールならともかく、僕がそのクイーン系を持つ、グール捜査官に勝てるわけもない。キジマの言う隠している力なんて僕にはないのだから。それに兄さんから昔聞いたことがある。あれはグールの死体から作るって。用済みになれば僕もそのクイーン系にされるが、されるか、あるいはそのまま処分されるか。怖い。顔色が悪いね、リオ君。何を考えている？まあいい、次はお兄さんの方に足を運んでくるとしよう。何かね、何か話したいことでも思いついたのかな。また来るよ、リオ君。なるほど。一体どうすれば兄さんを助けられるんだ。このままだと時間の問題だ。僕も兄さんもジェイルじゃないと気づけば。僕ら兄弟は。兄さん、ダメだ。また無意識に兄さんを頼ろうとするなんて。兄さんだって同じ状況なんだ。せめてここから出られれば。爆発音？なんだ？襲撃だ。あ、これコクリア襲撃になんかつながってる感じ？ってどこって言ってもあれか、無印東京グールの方のあそこしかないよな。ん？漫画版ってコクリア襲撃？いや、あるはず。グールの集団か。誰か戦っている。扉が開いた。死ね。グワグワって言うのかな、本当に。捕まっているグールを解放しているのか。ああ、誰が解放したとかじゃなくて、解放して回ってるんだね。で、脱出すると。はあ、はあ。兄さん、どこにいるんだ。兄さん、僕のことを探しているのかもしれない。もし、今動けない状態だったとしたら、最悪の状況を想像して背筋が凍る。本局の存命を待ってられないぞ。我々でできる限りの対処をするんだ。グル捜査官がこんなに、この状況じゃ兄さんを探すことなんてとても。この施設のどっかに兄さんがいる。僕を助けるためにここに囚われた兄さんが。でも、僕には。今の僕には兄さんを助けられるだけの力がない。僕にできること、それはこのチャンスを見逃さないこと。逃げるんだね、これは。兄さんを置いて逃げる。僕は最低の弟だ。でもそれが兄さんを助けるために一番有効な道だと思う。兄さん、必ず戻ってくるから。僕が兄さんを助けるから。どうかそれまで。いたぞ、逃がすな。見つけ次第殺せ。ひどいな。とりあえず上に、外に出るんだ。なるほどね。追っ手はなしか。お、カヌキじゃん。夜陰に紛れてこのまま進めば青霧にも CCG にも見つかることはないだろう。ひとまず息を漏らすと、背後から音がした。カネキか。お、カネキの声がしたの。なるほどね。カネキ、バンジョーさん、用事ってのは済んだんだな。はいはい。お、カネキってボイスあり？そんなことはないよね。バンジョーさん、僕の後ろにいる5人を軽く確かめた。ヨモさん、月山さん、西尾さん、ウタさん、そしてヨモさんに変えられたトウカちゃん、全員が何はともあれ無事だった。あれ、これあれか、あれだね、もう原作の方だね。これは遠くで CCG の専用ヘリが飛ぶ。特別車両は見当たらず、 CC の捜査官はすで、に引き上げを開始していた。原作だよね。終わったようだな。ジークのグルが集う、青霧の木の本拠地総統作戦はおおむね CCG の勝利と言っていいだろう。多くのグルは狩られ、青霧の木のアジトは壊滅。それと同時に青霧に捕らえられていた僕は逃げ出すことができた。こんだけ死にそうな思いをしてしばらくすりゃまた普通に大学行くとか信じらんねえ。いや、日常の大切さが身にしみるよ、きっと。アンテイクの仕事もあるしな、ダリーうまくそ兄さんか。アンテイク、まあここら辺の説明はいいよね。お、拷問の最中じゃないか。
ある感情が湧き上がってくる。あんたさ、不意に声をかけられて我に返る。あー、このシーンか。結構アニメの方も良かったですね。髪の色どうにかしなよ。拷問、なんという言葉にも変えづらい攻めくの、後に僕の髪はすっかり色素が抜けて白くなっていた。そうだよね、目立ってしょうがない。僕は視線のやり場に困っているトウカちゃんと向き合いながら少し笑った。これまでと同じようにと。気遣ってくれているのか。心苦しかった。告げないと。僕はトウカちゃんのとこだね。これ結構有名なシーンだと思うんだけどな。 CM にも結構なってるし。僕はアンテイクには戻らないよ。いろいろと理由をまくしたっている。聞こえているのかわからない。理由言ってたのかな。あの時よくわからなかった。アニメの方では言ってなかったよね。そのまますっといなくなっちゃったよね。何それ、この子とまた会えることがあるのだろうか。結構大きいね、トウカちゃんも。何とは言わないけど、たとえ会えたとしても、もう時折見せるあの無邪気な笑顔は見れないだろう。またね、トウカちゃん。コクリアから抜け出してからどれほどの時間が経っただろう。丸一日以上は経過しているはずだ。身を隠しながら移動だったため、そんなに距離は離れていないが、どうにか逃げられた。ああ、外を出たんだね。あ、結局高田がって、なんか傷を負ってたんだ。逃走の際に迫ってきた捜査官から一撃もらってしまった。中能力なら、しばらく安静にすればこの傷も癒えるだろう。そうか、食ってねえんだな全然。隠れられるようなところ、兄さんを助けないと。あ、誰か来る。いい、嘘嘘だろ。にせっかく逃げたのにもう追いついてきたの。ふふふふじゃねえよ。コクリアで何度も目にした不気味なシルエットが暗闇から現れ、怖えな。これは人間でも普通にちびるレベル。リオーク、キジマ、こんなところまでどうやって、どうやって来たんだろうな。こいつ足遅いだろ絶対。コートのポケットから何を取り出す。血のついた紙袋だ。わかるだろう、この中には兄さんが入っているぞ。こっちへ来い、リオ君。兄を見捨てるのか。ああ、こっすいな。だいぶ猫背だな、こいつ。今すぐお兄さんを解放する。その代わり、君は私の元へ来い。嘘だ。嘘に決まってるな。嘘だ。そうやって兄さんもコクリアに習慣したんだろう。嘘つきだ。私の何が嘘つきだと。紙袋、何も入っていない。匂いでわかる。その血はあなたのものだ。あなたの血は自分の血なのこれ。バカな子供かと思ったが、少しは考える頭があるみたいだ。クールの嗅覚を舐めすぎたか。へえ。それは事実だということは君も知っているだろう。確かにあの時受け取った紙袋の中身は兄さんのものだった。バラバラにしてやろう。戦うんだよ、ここで戦えばいいさ。その瞬間、リオ来るな。いつか兄さんの声を思い出す。結構記憶の中で戦っている感じかな、カネキみたいに。リオの中には兄さんのなんかその意識ではないけどさ、まあリオ自身が作り出した兄さんみたいな心の中で葛藤してんだろうな。リ・ジェイル、リ・ジェイルってなんだよ。結局リオがジェイルなのこれ。待て、背後から木島の声と義足がコンクリートを、弾く音が響く。いやいや、結構走ってねえぞ全然。普通に歩いてる感じの音なんだが。負傷しているとはいえ、これでもグールだ。
それにあの足では追いつけないだろう。声はどんどん遠ざかっていく。かけながらだんだんと薄れていく意識の中、僕は思った。あの兄さんの声、いつ聞いたものだったのだろう。どれほど走っただろうか。もう木島の声は聞こえない。走る体力も気力も残っていなかった。僕をいよいよ追い詰め始める。視界が暗くなってきた。来い、こっちだ。視界真っ暗なのにね。あれ、またこれ木島っぽいぞ。ああ、見失ったのか。ジェイル、かくれんぼみたいになってるな。トロフィー。あ、もうシャープ2なんだ。なかなか戦闘が来ないな。まあ序盤だから一応、ストーリーの基盤作りとして、ずっと会話なのかな。この匂い、どこか懐かしい気がする。あ、これってアンテイクのあのあれじゃないかな。ヒデが寝てたベッドじゃないかな。金木くんの男じゃないかな。おはよう。店長の声。あ、店長だった。無理をして起きる必要はない。私は君の敵ではないからね。君はグールだね。この人一体。安心しなさい。安心しなさいっていうセリフアニメにもあったね。あ、グールっていうことをここでね。グール。老人は言葉なく小さくうなずいた。まずはコーヒーでも一杯いかがかな。コーヒー。じゃあちょっとここで終わろうかな。シャープに入ったところで終わればよかったんだけど、先進んじゃったから。というわけで東京グルジェイルパート1でした。まあそろそろ戦闘も入ってきてもいいかもしれないけど、まあどうなんだろう。というわけでまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。